英語で楽しむ信長秀吉家康と戦国時代。第十九話。竹中半兵衛の。略、本日の講談はこれなり。セクションナインティーン。there was a great strategist named takinaka 半兵衛 in minor。東北チロウ、invited him to join the o d a troops。 But Hanbei was too strong-willed a man to be persuaded to serve the enemy of his country. Hanbei said, "Even if Nobunaga himself, like Liu Pi of old, waiting on Kunming, were to come in person three times to ask me to join him, I wouldn't go. Much less when a monkey-faced man like you asks me." There was なんとかなんとかがいた、a great s t r a t e g i s t 偉大なる軍師がおった。ネ m ムではなんとかという名のと言って、後ろからストラテジストを就職する。竹中半兵という名の軍師が、インミノ、ミにおった。ト吉郎チロウ、インファイトだれだれと不定詞で、人になんとかするよう誘う勧誘する。 ヒムはもちろん竹中半兵衛、東吉郎は竹中半兵衛に to、to join the other troops, 小田軍に加わるように勧誘したのだが、but。半兵衛は、次がいわゆるトゥトゥ公文というポイント。あまりにもなんとかなのでトゥ以下できないと、日本語では不停止の後ろの部分を否定で訳すのじゃよ。strong willed, 意志が強いという形容詞。 あまりにも意志が強い男だったので、be persuaded to to 以下するように説得される、しかしそこを否定で訳すから、説得されはしなかったのである。何の ?serve the enemy of his country 自分の国の敵に serve お使いするような説得はされなかったのである。この場合の his country はもちろん竹中半兵衛の国、美ノのこと、もちろん敵とは信長の終わりのことでござる。 ここで一つ語順について。As, so、t ソウ、トゥ、ハウ、ハウエヴァの5人と、形容詞とあと名詞が全部いた場合、これらの5人の横に先に形容詞を持ってきて、あは後ろに来るという語順が決まってござる。よって、ここのところも、 本来なら、アストロングウィールド・マンの語順だったところが、トゥーがいたために、ストロングウィールドという形容詞が前に来て、そして、アがここに来て、後ろにマン。この語順となったのでござる。続いて、トゥートゥー構文について申し上げたき儀がござる。一般にトゥーニョロニョロ、トゥー不定詞、てんで、あまりにもニョロニョロなので、てんできないと、日本人の方はトゥー不定詞の部分を否定で訳すというのがポイントなのだが、 もちろん後ろから訳し上げてテンテンテンするにはニョロニョロすぎるという訳でも結構そしてののの意味上の主語を入入れれたい場合は手前にプラス誰々の形で入れる例えば A 私はとても疲れていたので To walk ここを否定で訳しもうこれ以上は歩けないいやもちろんこれ以上歩けないほど疲れているでも結構そして B このお茶は 熱すぎて、そしてもちろん飲めないとなるのだが、誰が飲めないか。この場合は手前にフォーミーがあるので、私が飲めないとなる。さらに ドリンクという動詞は一般に多動詞と呼ばれるもので、多動詞というのは、この隣に、いわゆる目的をなる名詞というものを添えるというのが普通。しかし、ここには何も書かれていない。では、何を飲むのかといえばこの場合、出だしのこのお茶を飲むという関係になっているということ。あこういう、後ろの不定詞の中を不完全で折らせるという複雑な関係になっている時というのは、往々にして、この不定詞の部分全部を言わなくてもいいというのが前提である。この場合も、このお茶は、 私には熱すぎるといえばあ、当然それは飲めないということがわかるというもの。いわゆるこの不定詞は、不可的なおまけの説明だと劣られるのが普通だからである。では、本文に戻ろう。ハンベイセットハンベイいわく。even if、たとえなんとかでも。 信長ヒムセルフ l f h i m はこの場合、信長と同格、言い方を変えると強調用法。信長自身が、次は、like から後ろの訓命という単語まで、挿入のカンマカンマ。like は前置しんとかのように。liu p ーーいわゆる劉備玄徳のこと。of オ old オは熟語で昔。waiting on、熟語、誰々に礼を尽くす。そしてこの ing を後ろから劉備にかけて。 訓練諸葛孔明のことでござるするとその昔孔明に礼を尽くした劉備のごとくもし信長自身がが主語でワートゥーがそれを受ける動詞そしてイフの中のワートゥ不定詞ここが本日のポイントその1まずありえないことを言うので吉澤信長自身が、Come、in person in person も熟語本人自ら赴いたとしても3 times 3回。トゥーアスクのトゥーフ亭主は目的を表す副詞用法アスク誰々トゥーフ亭主で人に何とかするよう頼む。たとえ私に信長に仕えるように信長本人が3度赴いてきたとしても。I wouldn't go 私は行くまい。そしてマッチレスこれが本日のポイントその2。前否定文を受けてそして後ろはなおさらないという意味。 その後ろにはうぬ愛号の省略。ましてや行く気はない。It's when a monkey faced man like you.Like you はお前のようなと言って後ろからマンをかけて、お前のような猿顔の男が ask me 私に頼んできた場合は、なおさら信長のもとに行く気はない。と言っているわけ。本日の英語公文のポイント。If は to の公文。 意不説の中には、そして主説にうる、いわゆる過去形、いや、私の言うところの遠い形。遠い形とは、現実から遠いということ、すなわち、現実にはまずありえないことを言うときに使う公文でしたな。そして、この意不説の中には、わーとぅ不定詞という形を入れた場合は、さらに現実にはまずありえないということを強調するときでござる。例えば、え えー、もし私の知っていることすべてをあなたに打ち明けてでもしたならば、あなたはきっと衝撃を喰らうであろうと言っているが、もちろん私はこのすべての知識をあなたに言うつもりはないと。B、仮に太陽が西から昇るようなことがあったとしても、そんなことは絶対にないということで、こういう時がワート t、えー、もちろん、if だけでも、たとえ何とかでもという意味があるのだが、まあ、正確には even if と書いた方がわかりいい。 吉坊お天道様が西から登るようなことがあったとしても拙者は志を変えることはせぬと言っているわけ。本日の英語公文のポイントその2。否定文プラスス…マッチレス前の否定文を受けて後ろにマッチレスと来た場合まず前半何とかないそして後半増しては直さらないというふうに訳すのでござる。 この音は来客が来たという合図。ということは一旦ここで録音を中断せねばなるまいの。録音再開。ああ宅配便でござった。ああまさかこの喋りでもったいするわけにはいかず、一旦現代語に戻してしまったために調子がよくわからなくなってきたのだが、何の話であったかそうだ、否定文そしてマッチリスであったな。それでは A の例文で言ってみよう。私は彼に、uh, would not go across the street. 道を渡る気はない、ただ単にそれをするだけのために道を渡る気はないと言ってやった。ここに not という否定文がいて、その否定文を受けてマッチレス。いましてなんとかは直さらない。ましてや the channel。えー、大文字で C でただチャンネルと書いた場合、いわゆる F2 海峡、イリス海峡のこと。F2 海峡渡る気などは直さらないとやつに言ってやったということ。えー、なお、このマッチレスという言い方は let alone という言い方でもほぼ同じでござる。例えば B。 学者がする質問の一部は that から ask までは関係代名施そして some of the questions が主語。はい、質問の一部はスイムト to ワ h e w o r l d ドはこの場合世間と行こう。世間の人にとっては seem to 不定子で通移化するように思われる。 Scarcely, これが今回の否定語。尋ねる価値はあほとんどないように思われる。w ー r t h n g で何とかする価値があるという意味。そして今の scarcely を受けて let alone のところがあまして何とかない。まして答える価値はなおさらないように思われるということ。 では、本文のところだが、ここのイーブンイフの if 説の中に、ここにワートー o 不定詞がござる。したがって、まずあり得ないことを言っている。まあ、竹中半兵としては、この高飛車の信長が、自ら、一回の侍である自分に挨拶に来ることはないだろうということを前提に言っているということがわかりますな。そして、ここのウドゥントゥこのノット否定を受けてマッチレスと言っているのでござる。その信長が来たとしても行く気はないのであるから、ましてや信長の家臣の東吉郎などという猿が、 直の男が頼んだとこで増していく気はないと言っているのでござる。この 竹中半兵衛重治という男の記録はほとんど残っていないために実態はよく分からぬそうであるが有名なエピソードとしては年年ののこととと総勢たったたっっっ人でなんと稲葉山城を乗っ取ったというお話そのやり口に関しては2つあるそうだが有名なところでは弟の重則が当時稲葉山城で病気にかかっていたその見舞いをするという名目のもとに彼はな がの中に武器をいっぱい詰め込んでそして先ほどの16名でもって、えー、城に上がっ歯向かう者をザックザックと切っていったということあそしてその後この舅の安藤森谷が2,000人の兵を持って囲ったということ、えー、慌てた辰沖はさっさと城を捨てて逃げていったという話ただしこの稲葉山城の乗っ取りは 主君の愚性を戒めるためであったということにされているので、え翌日、さっさとこの辰置に城を返還して彼は帰っていったという話。しかし、この話、いささか、うますぎはしないであろうか。実際には、竹中茂春たちはこの後、稲葉山城に半年間も居座っていて、そして各地に白球城を出したということが記録でわかっている。ということは、これは完全にクーデターではなかったのか。 そしてこの首謀者は実は竹中半兵衛ではなくて舅の安藤森成なのであるということをこの各構造先生が述べているこの安藤森成という男はいわゆる西見の三人衆の一人でかなりの野心家であったとされている斎藤道さん亡き後は国政から遠ざけられていわゆる窓際族にされていたというその不満が今回のこのクーデターの死亡であったのではなかろうかあるいは 後に安藤森成は信長の家臣になるのであるが、天正8年1580年に、かの佐久間信盛や林道勝らともに織田家を追放されたりしている。それというのも彼の野心家であるということを信長が見破ったからではなかろうか。はたまた本能寺の変の折に、 この安藤森成という武将は丘陵を取り戻そうとして挙兵までしているやっぱり常に虎視眈々というところがうかがえるのである。ということはこの稲葉山城の乗っ取りも義理の父親である安藤森成に伊田竹中半兵衛は従っただけだとも取れるのである。 実際、稲葉山城を乗っ取ったものの、その他の家臣が自分たちに味方しなかったがためにこのクーデーターは失敗、えー。ところが彼らを処分されなかったのは信長との対比のため。後にこの二人が信長に下ることから逆算しても、もうこの頃から斎藤達夫だと考えていたと思ってもおかしくはなかろう。現にこの話は、竹中半兵衛の息子である竹中重門の書いた豊鏡の中には記録がないらしい。 本来なら自分の親父にそれほどの武勇伝があるのであるならば、それを検嘩したいというのが本音であろう。えー、この豊鏡という本は江戸時代になってから書かれた、そのうち武士道というものが徹底されたからのこと。ということはまさか自分の父親が下国上をしようなんという武士道に反するようなことをやっていたとまでは正面切って書けなかったのであろう。 それから本文に出てきた劉備玄徳と諸葛孔明の話。これはもちろん三国志演技のいわゆる三個の例の話。劉備玄徳が弟の関羽と張飛を従えて、どうか私の軍師になってくだされというふうに挨拶に行ったところ、1回目、2回目は結局は会えず、そして3回目にしてようやく会えたというお話。これにあやかったのが武功屋に書いてある本日のお話。木下藤吉郎が、 ハチスカコロクと前の長安を連れて、竹高半兵衛のもとになんと6回も行ったそう。ところが、いずれも断られ、7回目にしてようやく軍師になることを承諾してもらった。という意味で言うとこちらは7個の例となるのであろうか。しかし、この話は明らかに3個の例を真似した作り話ということになるのでございましょう。この話も作り話だったのか。それが講談というものでござるよ。